信玄様が亡くなったか。別に悲しくもないが、これからは。俺や山形正景らの古い家臣は、肩身が狭くなるかもしれんな。信玄様の後を継ぐのは勝頼だからな。あの小僧の力量はよくわからないが、いずれにしても。俺らのような、信玄様に重用された老人を、今までと同じように扱いはしないだろう。普通の親子関係ではなかったからな。それにしても、信玄様も、変なところで亡くなってくれたものだ。せっかく遠江で家康を破り、三河では暴れたい放題な上。終わり見ので調子に乗っている織田信長も打てるいい機会だったのに。しかし当主が陣中で死んでしまっては、このまま進むこともできない。早々に陣を払い、海に撤退するしかないな。まったく、無駄骨だった。信玄様が死の間際に言い残した、あれはどうするべきだろうか。自分の死を3年間は隠し通せとは、最後まで身勝手なことを言うものだ。隠せってことは、自分が死んだら武田家はやばいぞって言いたいんだよな。どんだけ自己評価高いんだよ。それにどうせ、後を継ぐのは勝頼しかいないんだから。早めに後継者に指名して、経験を積ませていれば混乱は少なかったのによ。それをやらなかったくせに。死んだのを3年間隠せなんて、無理に決まってるだろ。誰かがツイートでもしたら、あっという間に拡散してしまうんだからよ。隠しておいてバレるっていうのが、一番ダサくないか。めんどくさいから、隠したつもりでしたけど、バレちゃいましたで、いいかな。武田信玄が死んだ。後継者は俺ということになったが、あの男を父親だと思ったことはない。あの男は、自分で攻め滅ぼしたすわけの。当主の娘であった母を側室にして、俺を産ませただけだ。そして俺が、諏訪家の元の当主の孫だというだけで。滅んだはずの諏訪家の当主にして、その維新たちを懐柔しようとしたのだ。わざわざ諏訪頼重の頼りを使い、俺を諏訪勝頼と名乗らせてまでな。安いご機嫌取りだ。そんなことで、主家を滅ぼされた者たちの、心の底の憎悪が消えるはずがない。父親を殺した武田信玄の側室にされた、母の恨みもだ。だから俺は、諏訪勝頼として、いつか武田信玄を殺そうと思っていた。この手で殺せなかったのは無念だが、陣中の病で死ぬとは、天罰に違いない。あんな男の後など、継ぎたくはないが。信玄は、俺の兄であり、自分の嫡男でもあった義信さえ、罪人として、死なせてしまった。これでは他に、当主になれる者がいないのだから仕方がない。信玄も絶対に、俺に自分の後など継がせたくなかったのだろう。それで、俺の子が成人するまでの一時的な当主だとか、自分の死を3年間は隠せなどと、俺の存在を薄くしようとしていった。死の間際まで、自分以外を大事にできない、哀れな男だったのだ。だがそれならば、俺も好きにやらせてもらう。武田家のためなどではなく、諏訪家の復興のためにな。名は武田に戻っても、心は諏訪家にあるのだ。武田信玄、家康軍をあっさり蹴散らし、こっちに向かう道中で。なぜか進軍を止めていたが、やはり病が相当熱かったんだな。そんで、病の静養のためとか言って、ついに海に撤退し始めたぞ。本当によかったよ。武田信玄となんか、戦いたくなかったからな。やっぱり俺って、とことん強運なんだよ。それにしても武田家の人たちって、面白いこと言うよ。信玄の静養中は、四男の諏訪勝頼が期間限定で当主を務めるだけです、とか。武田信玄、死んでいません。絶対に死んでいませんよ。絶対だぞ、だって。なら香典じゃなくて、お見舞いに。海鮮たっぷりの、宝刀詰め合わせでも送っておけばいいのかね。諏訪勝頼が急に武田家に戻されて、信玄の後を継ぐのか。勝頼の、当主としての起用はまだわからないけど。
重臣たちが幅を利かせてるだけだけで。いきなり投手をやれなんて、無理に決まってるじゃないか。普通は早めに後継者を指名して、徐々に権限を移譲して。投手が生きているうちに、家督を譲っておくもんなんだよ。なのに嫡男は殺しちゃうし、死ぬ直前まで後継者は指名しないし。武田信玄、本当に自分のことしか考えてなかったんだろうね。そういう人間だからこそ、強かったとも言えるけどね。でもそれは、本人が死んだら終わりだ。誰だろうが、いきなり後を継がされて。あの変人で天才の武田信玄と、同じことなんてできるわけがない。重臣たちが、しぶしぶでも働いてくれているうちは、表面上は変わらないとしても。いずれ武田家は、今までとは全く違う勢力になっていくだろうね。かわいそうだが勝頼は、大きなハンデを背負ってのスタートになったようだ。俺にとっては好都合だけどね。それにしても、こんなひどい状況で武田家の当主にされるとは思わなかった。外には敵ばかり、内にも問題だらけではないか。当然だが、徳川家とは険悪の極みだし。織田家との同盟も、一方的に破ったばかりだ。上杉家とは、ここ数年大きな戦はないが、関係が改善されたわけでもない。唯一、北条家とだけは同盟しているが、駿河侵攻の時に衝突したばかりで、互いに信頼しているわけでもないだろう。たまたま利害が一致したから、一時的に結んでいるに過ぎない。本来ならば、ここで一度、領地の拡張を控え、内政外交に力を入れるべきだが、昨年からの戦で功を立てた家臣に、ろくな恩賞も与えることができていない。武田家は、家臣にも、その下の領民にも、大きな負担を強いて大きくなってきた。それでも戦に勝って、新たに領地を広げ続けてきたから、その負担にも報いることができていたのだ。しかし、今回の徳川家との戦では、攻め取った土地も、当主の死による撤退と混乱の隙に、大半を奪い返されてしまった。家臣たちも、領民から兵を雇っている以上は、恩賞がなければ、払うものも払えず、面目が丸つぶれなのだ。こうなってしまったのは、将兵に過度の負担をかけておきながら、勝手に陣中で死んだ、武田信玄のせいだ。俺はもっと早く、あの欲の塊のような男を、始末しておくべきだったのだ。だが、もう遅い。今からでもできることをやるしかない。近いうちに再度、他国の領地を攻め取る必要がある。信玄と同じようなことをやらざるを得ないのは、非常に不本意だが。俺はこんなところで、潰れるわけにはいかないのだ。